チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯はでっかい餃子、これを食べていきたいと思います。いただきます。あ、でっかい餃子ね。うん。食べやすく切って、あっちゃんはね、酢と塩、新宝塩。ちょっとこれね、様子を見てラー油を入れる。あ、うまっ。花椒を買ってきたのよ。麻婆豆腐とか担々麺にね、花椒かけんのに、まあ、しかも嫌がるからね、お味噌汁にちょっと入れたろうかな、花椒、山椒の香りが。うん、美味しい。ちょっと入れてもいいかな。新宝塩とね、酢で餃子も美味しいね。途中で味変、醤油入れてもいいし、ラー油入れてもいいし、ラー油ちょっと入れようかな。うん、おいしいね。もうちょっと箸を入れようか。山椒の香りがいかれ。ラー油を入れて、醤油をちょっと入れて、もう酢がなくなるね。もう最初に酢を食べてしまったわ。もうちょっと結構ね、ちっちゃい餃子よりも肉厚な分ね、すごいね、食べ応えがあって美味しいよ。うん、美味しい。
チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯はでっかい餃子です。ではいただきます。あ、お味噌汁ちゃんと紹介せへんだ。卵と山芋の豆味噌の味噌汁、美味しいよ。持ってきたのに開けてたの。昨日この前作ったこの前作ったですね。こんだけなの。美味しい。これはご飯進むわ。ご飯泥棒やね。うん、中いっぱい一本のフライパンやった。満足感はあるね。今日のね、あんちゃんの晩ご飯はでっかいよ。ありやと思います。こういうのね、たまにはね、変わったもの作るっていうのはありやと思うしな。やっぱりね、鶏のミンチはね、美味しいし、ヘルシーやしね。で、もう結構ね、いろんな肉も鶏に変わってきたんだけど、まあ、体にいいのって鶏やね、結局。鶏、豚、牛って言われて、ね、順番から言ったらね。だから鶏を食べるってすごい大いいことらしいよ。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯は、でっかい餃子でした。あっちゃんちの晩ご飯でっかい餃子よかったよって思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。美味しかった。